MG 小太郎とエール正の笑う門にはグリーンズ、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。中心さん、なんか大学時代に、はい、まあ、高校でもいいんですけど、はい、あの学んできた授業で面白かった授業とか、なんか印象に残ってる授業とかあります？まあ、授業、大学時代、大学のなんか専攻した授業とか。俺でも一番思い出に残ってるのは、はい、高校の時に、うん、高2から俺代々木ゼミなのかやってたの。はいはい。でそこに西教授先生という方がいて、うん、今もね現役で、ヨゼミは移っちゃったんだけど、あの違う予備校で現役で教え、うん、先生教えてて、うん、で YouTube でも西教授先生の授業とかね、YouTube でも見れるから、未だにやられてるんですよね。そう、うん、西教授先生がでも当時すごい若い時で、うん、はいはい、その見た目もかっこよかったの。でその上に、うん、雑談がめちゃくちゃ面白くて、いろんな世界を旅して話をしてくれて、はいはい、でこういう大人になりたいっていうのを初めて俺に見させてくれて、はいはい、もうその先生の授業楽しみで、うん、もう録音して聞いてたの。へえ、もう講演会みたいな感じのノリですね、うん、もう録音して聞いてて、そのとにかくその西先生に憧れて、はい、こういうかっこいい先生に、はいはい、なりたいと思ったのが、こういう大人になりたいと思ったのが、はいはい、俺の原点で、そうなんですね、なんかその、はいはい、まあ、ある意味、うん、その作家って言っても、うん、学校の先生に近い部分あるからね、うん、まあ、そうですね、確かに、うん、読者さんたちに対してなんか、うん、知らないことを伝えるっていう ね、うん、そうですね、まあ、学校の先生と近い部分があって、うん、まあ、それは西先生に憧れたところから、うん、なるほど、大きい影響をもらってるなっていう気がする ね、うん、あ、ね、すごいですね、あの、うん、いわゆる新しい世界を見せてくれた的な感じなんですかね。そうなんですよ、その羊さんの今やってることもそうですもんね、うん、そう、なんか、まあ、これ僕も大学時代、あのすごく印象的に未だに忘れない授業があって、うんうん、大学1年の時になんかコミュニケーションを学ぶっていう、こうなんか必須の科目があったんですよ。あ、何か経営経済学部だったんですけど、うん、英語に力を入れたりとか、うん、そのいわゆる組織論的な感じで、組織は人と関わるので、うん、そのコミュニケーションが大事とか、うんうんうん、アメリカの学びを結構そのエッセンスを積極的に取り入れていこうって渡り、あ、アメリカのね、はい、アメリカっていうか、アメリカのなんか大学のから卒業した先生とか、うん、あのが多かったりとか、アメリカを津軽的にアレンジした大学だった、ね、アメリカを津軽的に、はい、アレンジした大学、アレンジした大学で津軽的にアレンジしてたかどうかは分かんないけど、ちょっと特徴的だったんですよ、うん、あのまたできた、割とその時できたばっかりで、うんうん、攻めてる大学だ、割と攻めてたんですよ、うん、やりやすかったんでしょうね、いろいろ、うん、でその中でその何だっけ、ミッチェル先生というかな、そのペンネーム的な感じで、ミッチェルじゃないでしょいや意外と知ってるかもしれないつながってる可能性がある。だからな、あの先生がそのコミュニケーションを1年生の時に最初必須科目なんですよ、うん、でその時に、うん、でも面白かったんですね、うん、やっぱりその単純に面白かったのもあるんですけど、うん、すごく未だに覚えてるのがあって、うん、あのある日先生があの、まあ、殻付きのピーナッツを買ってきて、うん、真ん中の机にパーって並べたんですよ、うんうんうん、で一つ選んでって言われて、うん、で、まあ、みんな選ぶんですよね、うん、で選んでそれず よく見てって1分か2分ぐらい見て、うん、で見た後に戻す、また戻してって言われて、うん、で戻したらシャッフルされるんですよ、うん、でじゃあ自分のピーナッツもう一回探してって言うと、あ、なるほど、そう、だいたい話のあれもあったと思うんですけど、みんな必死で探して、あ、これだって分かるんですよね、うん、その前はただのピーナッツしかなかったのに、うん、しっかり見て特徴を捉えて、うん、その個性を、うん、要は伝えたかったのは、一人一人に個性があるんだから、その個性を大事にしようね、ピーナッツでも私たちはこんだけあの特徴を持って分かり合えるんだから、うん、あの人だってよく見るとこの人にこういう特徴があってとか、うん、こういう個性があるだけだから、うん、その違いがあるだけだから、それを分かり合っていこうねってことを、ね、ピーナッツを通して伝えてくれたんですよ、うん、それがすごく印象的 で、うん、で確かにそれからクラスの中すごく仲良くなったんですよね。なるほど、だからまさくんはいつもピーナッツ食べてるの、ね、ほとんど食べてないけどどっちかというとクルミの方が好きだけど、どっちの方がクルミの方が好き、ほとんど食べてないです。未だに今までの収録で一回もないですよねピーナッツ食べてること。漫画のキャラクターみたいなピーナッツいつも食べてるんですよ、なんかでもなんかね、すごく印象的で、そういう授業いいね。そう、面白かったんですよ、うん、でその先生のやる授業はすごく面白くて、うん、噂ではすごい大変だとか聞いてたんですけど、うん、
全然面白かった。まあそんなことやる先生って絶対、うんうん、あの他も面白い、他の時も面白いだろうね。そう、すごく面白かったですね、うん、やっぱでもちょっと特徴的な先生でしたね、うん、すごく変わってたというか、なんかそういうのってやっぱり高校大学の時ってすごい吸収力があるよね、うん、そうですね、本当に純粋に入ってくる。俺もなんか本当にその純粋に、はい、うん、録音しながら目を輝きキラキラさせて聞いてたもんな、うん、ね、はい、その時の感覚って今までやっぱありますよね。ある、なんか原点というかね、そう、なんかすごい、あのピーナッツでさえもこう人格というかね、存在として認めるっていうかさ、うん、そういうちょっと重なって今すごい一生懸命だからまさくん最近髪型ピーナッツ寄りに、はい、いや待って、髪型ピーナッツ寄りって分かりづらいし、どういうことなの。もうどちら、僕クルミの方が好きですけど、ピーナッツ寄りじゃないか、ね、ピーナッツ寄りって寄りってしかもピーナッツでもないんですね。どういうこと、ピーナッツ寄りの髪型で、まさくんの今日の髪型見たら、はい、みんなピーナッツ寄りだなと思うと思う。しかも寄りって何、寄りじゃない方は何なの、ピーナッツに寄せてきてるな、ピーナッツじゃない方は何なの、逆にその塩梅があるんですね、その寄ってるかもしれないですけどね。まあどちらクルミの方が好きなんで、その先生、はい、他はどういう授業、いや他はね、うん、覚えてない。あのね、あのでも最初に名前を付けるときに、うん、いわゆるその日本、まあ、佐藤正信ですみたいなのあるんだけど、うん、必ずミドルネームを付けなさいって言われましたね。ああ要は例えばそうすると特徴が分かるから、うん、でなんでそれを付けたんですかっていうと、その何か大体理由があるんですね。例えば好きなアーティストの名前を取ったとか、うん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 、でそうやって人を分かり合っていくっていう、なるほど、でいいね、そう、特徴タグ付けじゃないけど、うん、ただの印象的じゃないですか、うん、海外の名前ってなかなか、うん、覚えてないから、うん、それではすぐ例えばリチャードみたいな感じで、うん、とかっていう風に呼び合えるんですよ。なるほど、それ一気に距離がすごく縮まる。あ、俺もね、はい、伝え方講座でやったことある、うん、あ、本当ですか、うん、あの普段の名前って、うん、その普段の自分とリンクしすぎてるから、あ、なるほど、新しい自分になるのに、なるほど、呼び名をあの全く自分と関係ない名前で、はいはい、あのこの2日間は合宿だったんでね、はいはいはい、やりましょうって言って、で僕は、うん、あの翡翠小太郎って呼ぶんじゃなくて、うん、マイケルって呼んでくださいって、うん、マイケルあれかな、ジャクソン、マイケルって言われて、はいはい、まあ、割とあのやっぱり、はい、あ違うよ気持ちが、うんうん、確かにでも違う、変わりますよね、うん、それはねすごくまさにそういうことだと思います、うん、でも違う自分たちになれるっていう感じはあったし、うん、なんかその時のクラスの時はみんなやっぱり楽しく明るくっていう感じで、うん、みんなは個性も認め合ってる場がすごくできたんですよね。最初はちょっと本当に一番最初とかちょっとギスギスというか、うん、10代まだ卒業10代のね、うん、ばっかりで、うん、なんかこうあの人ちょっとダクっぽいなとか、うん、そういうなんかちょっと偏見じゃないけど、うん、そういうの最初はあったんですけど、うん、1回2回でなくなって、うん、最後すごく仲良くなってっていうのがあったんで ね、本当にその、うん、その当時の高校大学の時に誰に出会うかって大きいよね。大きいですね、確かに本当に影響を受けた。代々木先生本当に未だに大人になってからもね、うん、代々木ゼミナールで西先生調べたら、はい、池袋で講座してた時期があって、あ、俺もう社会人になってからも代々ゼミ通ってた。あ、そうなんだ、うん、先生すごいですね。先生のね雑談聞きたくて。あ、そうなんだ、うん、それは本当、うん、そんだけ印象的というかね、そうそうそう、ワクワクする感じが本当にね、憧れてたね、うん、やっぱりそういうのありますよね、うん、そう、なんかなんか、そう、なんかね、そういうのちょっと思い出して、このピーナッツの話すごく僕好きなのってね、ピーナッツはくるみの方が好きなんだけど、くるみ美味しいよね、くるみ美味しい、うん、俺鎌倉名物のくるみっこだっけな、え、何それ、お菓子やんの。あ、そうなんですか。そう、大好き。あ、そうなんですか、うん、珍しくね、はい、くるみっこだけは神さんも買ってこいっていうね。あ、そうなんです、あ、ご愛顧してるんです、うん、家族でみんなで、はい、他は余計なもん買ってこいって怒られるんですけど、リクエスト、唯一のリクエストでも、はい、俺ね、そのちょっと話変わっちゃうけど、あ、はい、神さんからね、あ、これはまあ次回話、次回話、あ、ぜひぜひ、ありがとうございます。というわけで、はいはい、また明日、はい、よろしくお願いします。今日聞いてくれてありがとうございます。MC ことエールマサのマラオカドニアグリーンズ、ありがとうございました。ありがとうございます。